どうも皆さんこんこにちはチャックバスです、えー、本日はですね、えー、ポイントサイトの、えー、口座開設案件っていうのをねちょっとねまとめてみようかなと思いまして、えー、今回ね紹介していきたいなと思いますでこの口座開設案件っていうのはね、まあ、どういうものかっていうとあのー、ポイントサイトの案件にはね銀行とか、まあ、証券会社とか FX、まあ、そういうものの口座開設とかねあと まあ中にあるのはなんか競馬の会員登録みたいな、まあそういうのもねあったりして、まあそういう会員登録でまあポイントがもらえますみたいなね、まあ案件があるんですよね。で今回紹介するのは一二三四、まあ四つぐらいなんですけども、まああのー、ポイントサイトのね口、えー、座開設案件でポイントサイトでね、えー、ポイント数がまあまあ高い。 あの講座開設案件って、まあ、基本的にポイント数がすごい低いんですよね。本当に100円とか、まあ、500円とかね、えー、そういうレベルがまあ多いんですけどもまあ、今回はね一応1000円以上の案件を、えー、選んで、えー、紹介していきたいなと思っております。でまずねポイントサイトポイントインカムの案件こちらね 大和証券の口座解説案件これね昨日あたりでね急に出てきたと思うんですけども多分今までね大和証券の口座開設案件で私見たことないんでまあ最近出てきた案件だと思うんですけども経由で口座開設をするだけで2100円分のポイントがもらえるっていうことでこれね東急ルートに載せると 1575ANA イルにもなりますんでまあそういう意味ではね 悪くないですよね、うん、まあこれねポイントなんでまあ、2100円分の現金って考えるとまあわざわざここまでするかっていうふうにね、まあ、思う方多いかもしれないんですけども、まあ、これがね永年マイルになるって思うと、まあ、1500 75マイルなんですけどもまあ私とかねまさにそういう感じなんで、まあ、私ねこの案件まだ利用してなくて、えー、この動画出る頃にはねもうあの利用してると思うんですけども、えー、この動画を撮り終わったらねあのちょっとやってみようかなと思ってるんですよねいや口座開設だけで2100円って結構いい方だと個人的には思ってますんでねこちらはポイントサイトポイントインカブの、えー、大和証券の口座開設案件ですね え次に、えー、ポイントサイト EC ナビの、えー、マネックス証券のイデコっていうのの、えー、口座開設案件ですね、まあ、こちらも、えー、ポイント獲得条件は新規口座開設完了っていうふうになっておりまして、まあ、こちらもね取引いらないんですよで取引なしで 2000,、えー、2000円分のポイントっていうふうになっております、まあ、これもね いいですね、うん、こちらの案件はね私多分以前にやってるんですよね、うん、おそらくですけどもなんかこのマネックス条件っていう案件見たことあるんで多分ね私やってると思うんですよねもしやってなかったらねあのやってみようかなと思うんですけどもこれもしかしたら前ね取引がありの状態であの 案件出てた気がすするんですねその時ちょっとやった気がするんですけどねもしやってなかったらねこちらもやってみたいなと思いますまあこちらもねあの口座解説だけで2000分、まあ、もらえるっていう感じになっておりますからね、まあ、こちらの場合こちらねポイントサイト EC ナビなんでえー、東急ルートにね流せませんのでこちらの場合は ニモカルート。先日紹介したね、ニモカルートで、NMI に交換することが可能ですので、こちらだと70%ですね。1400マイルになるっていう感じですね。で、続きまして、もう一つね、ポイントサイト EC ナビの案件ですね。こちら、レンデックス講座解説案件ですね。まあ、こちらは私ね、一本の動画にね、させていただいたんですけども、まだね、案件残っておりまして、一回ね、 なくなったと思うんですけども、また復活してるんですよね。で、一時ね、6000円までポイント上がったんですけども、今現在はま5000円っていう風になっておりますんで、これね、もしやられてない方はね、ぜひやっていただきたいですね。うん。これ超簡単とか言っちゃいけないのかもしれない。本当に超簡単なんですよね。うん。 あのまあ、こちらも投資系の、えー、口座開設なんでマイナンバーとか、ね、あの本人確認資料の、ねまあ、提出は必要なんですけども、まあ、それさえ済ましてしまいまし申し込みをして、まあ、2日後か3日後ぐらい、ね、書き留めが届いて、まあ、その確認コードを、えー、入力することによって、ね、あの口座開設が完了するんですよね。まあ、それだけでまあ5000円 っていう風になってるんですよねまあ私の場合はね夫婦でこの案件やっておりますんで、えー、2人でまあ1万円分のポイントがね、まあ、これだけでも,まあもらえたっていう感じで本当にやった感想としては、まあ、かなり簡単 <laughs> っていう風になってますんでこちらをね、まあ、是非ねあの狙っていただけたらなと思います。まあ、こちらは、まあ、夫婦でやってますんで、えー、2人で、えー、1万円分のポイントがね、まあ、ゲットできてますんで。 二モカルートで、えー、ANA マイルで、ね、7000マイルに、えー、できた、えー、できるっていう感じですねで最後にですね、えー、こちらは講、えー、座解説だけじゃないんですよねちょっとね例外としてこちらは手を、えー、プラスドコモっていう、えー、こちらね、あのー、AI がやっている、まあ、投資みたいなもの の、えー、口座解説入金案件なんですけども、まあ、こちらは、えー、1万円入金するだけなんですよね、まあ、口座解説して1万円入金するだけでこれ取引はって感じなんですけどもこちらね勝手に取引、まあ、あのスマート投資、えー、LINE の、ね、ワンコイン投資と同じようなねあの感じだと思うんですよねちょっと説明文を読むとちょっと私も実際にやってないのでまあ,あのすごい細かい部分はわからないんですけどもあの ホームページをね、えー、見た感じだと、えー、入金して、えー、その入金したお金が、まあ、そのままもう投資に回して、まあ、運用が始まっていくみたいな感じなんですよねですねポイント獲得条件は、まあ、1万円の入金するだけ、まあ、そうすることによって5000円分のポイントがね、まあ、もらえますっていう案件なんですよねで私ね LINE のスマート投資をもう結構やってましてもうかれこれねそろそろ2か月ぐらい経つんですけどもあのー、私ね 月で40万から50万ぐらい入れてるんですけども、まあ、それでもね振り幅ってだいたい2000円からまあ、多くても3000円ぐらいなんですよね損益が出るのってまあ1日でねうんですんでまああのこれ1万円入金して急に5000円損するみたいなねそんなことはね基本的に考えづらいんでまああの 1>, 1万円入れて、まあこちら5000分のポイントがもらえるわけなんですけども、まあそれでね、まあ損益が出るっていうのはまあ基本的に考えづらいかなっていう感じなんですよね。まあこれもね、1万円の入金でまあ5000分のポイントをもらえるんであれば、まあこれはね、いい方なんじゃないかなと思います。基本的にね、私の動画で紹介したことある案件とかで、まあ FX 案件とかだとたいまあ良くてね、 よくて、口座開設した後に、まあ、6万円ぐらいの資金を入れて、まあ、1回の取引、まあ、100万円、1万通貨の取引が必要みたいな、まあ、そういう案件で、まあ、5000分のポイントがもらえるっていうのはね結構あるんですけども、まあ、1万円でね、あの OK っていうのはなかなか見たことがないんで、まあ、今回紹介させていただいたんですよね。まああの LINE のスマート投資とかもそうなんですけどもあの AI がまあ勝手に取引をしてくれる、まあ、自動運用システムみたいな感じなんですよねですんでまあ自分でね勝手にまああの儲かったり損したりするんですよねですんであの入金するっていう行為が購入する行為みたいな感じなんですよね、まあ、ですんでまあ1万円分の入金がポイント獲得条件になってるっていう感じなんですよね まあ個人的にはねこの案件もまあかなりいいんじゃないかなと思います。まあこれもね五千円分のポイントがもらえますんで。 まあこちらね、ポイントサイトハピタスの案件ですので、まあ、こちらね東急ルートに載せることができますんで、まあ、これだけで3750マイルがね、まあ、獲得できるっていう風になるんですよね、えー、いかがだったでしょうか、えー、今回はね講座解説の案件を3つ、まあ、1つねあの取引がまあ必要な案件をね、まあ、1つ紹介させていただきましたけども、まあ、個人的にはね、まあ、こういう細かい案件ってありますよね、まあ、結構ねめんどくさくてねやらないって方も多いと思うんですけど けども私個人的な、まあ、あの意見からすると、まあ、ANA マイルを貯める上でねこういう細かい案件が、まあ、ポイントが上がってる時まあ,あの口座解説でねあの0円とか2,000円とかね、まあ、まして5,000円とかねもらえる案件って、まあ、なかなか出てこないんで突発的に出たような案件はね、まあ、できるだけねこなしていって。 で欲しいいっていうののは個人的意見なんですよねまあ,あのポイントがたまんないとまあその分ねまあ、ANA マイルは、まあ、たまりませんので是非、まあ、ねあのこの動画を見ている方で、えー、まだやってないよって方はね是非ねちょっと検討してみていただけたらなと思います。えー、今回の動画はね、えー、ポイントサイトにある、えー、講座開設の、えー、案件を3つ。えー 講座解説取引案件を一つね、今回紹介させていただきました。えー、この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。